こんにちは、レキピーちゃんです。今日は山形県山形市に来ました。見てください、自然山形城跡っていう日が立っています。じゃあ今からね、最上義明さんのお城を見たいと思います。お天気良くてよかったあ、すごいね、見て見て、石垣がすごい見えてきた。お堀もあるみたい。この辺がお堀です。すごいね、大きいね。こんな大きいんだ。こんな感じでね、お堀があって石垣があります。じゃあ回っていきたいと思います。この石垣です。何積みっていうの東大手門って書いてある前の方に。東大手門矢倉公開中って書いてある。かつてね、室町幕府を開いた足利家、その分家の芝氏の後裔として最上家がありました。その最上家はね、東北宇州短大という役目を任されていました。しかしね、その由緒ある血統は戦国の世のいざこざにね、巻き込まれて伊達家にね、服従するようになってしまいました。で、立ち上がったのが最上義明さんでした。義明はかつてのね、最上家の栄光を取り戻すために父義盛と戦い、最上八ツ岳も敵に回して伊達家からのね、独立を目指します。
義明さんのね妹さんはあの伊達政宗のお母さんのおよしさんになります。このおよしさんはなかなかの強者だったそうです。天正16年政宗がね大崎義高と戦った時は義明さんは義理の兄大崎義高に味方してます。義明はねそうやって甥の政宗と戦うことになるのですが、そこへね鬼姫と呼ばれた義さんが来て、あのねその戦場の真ん中に籠を置いて戦いをやめさせました。そんなことでね義明さんは伊達家とね和睦をしながらも最終的にはね最上の支配を確立しました。中央では秀吉が天下を治めるために小田原城の北条氏を攻めていました。義明さんもね小田原の陣に参陣して、秀吉からね宇宙短大を認められています。でちょっとねこのお堀の上を降りてくるこんな環境でした。なんかお堀の周りはねあやめかな、綺麗にしていてもらって、これ見えるこんな感じでねお堀が見えてずっとあやめ綺麗でしょ、なんか黄色いあやめっていう感じでなんかすごいねあのお堀広い、とにかくこのぐるっと、あこれなんかそういえば櫓開放中って書いてあったんだけど、櫓にこれが櫓かな、違うかな、あ弓とか練習するとこじゃないの、なんかここあります、なんか櫓とかがあったかもしれない。ここなんか花城公園って読むみたいですね。今は花城公園って書いてあって、今どこにいるんだろう、現在地がここだからここぐるっと回ってきてて、ずっとお堀だよほら、ここに広いあのお城だったんだなっていうのがわかります。あすごい地味だったね、ここずっと集まる、すごいね、なんか気持ちがいい、ここがすごくちょうどいい、ずっと続いてるから本当に広いですここ、この公園でこのなんかお城とてもすごかったと思う、すごかったと思います、すごいすごいですごいですけど、そうして秀吉さんが天下を取った、まあ、そのしばらく経ってから義明さんにとってねすごいなんか重大な事件が起こってます。文禄4年義明がねすっごい可愛がってた三女の真姫様がいるんですけれども、秀吉のね甥の秀次にしぶしぶ側室に出すことになりました。ここ看板があるんですけれども、ウストラヤグラって書いてます。ウストラヤグラっていうのがここにあったみたいです。さっき反対側にもあったのがやっぱりヤグラみたいで、名前ちょっとわからないんですけれども、こっちにもヤグラがありました。でもねその秀次さん切腹させられてしまいました。その時にね、妻やお妾さんたちも京の三条河原で処刑されています。その中にはね、駒姫さんもいました。罪もないね、15歳の娘を処刑された義明はね、ひどく秀吉を憎んだそうです。慶長5年のね、関ヶ原ではもう迷わず義明はね、徳川家康率いる東軍に味方してます。義明はねここ東北の地で拠点を構えました。西軍の上杉景勝軍と激戦を繰り広げることになりました。
ちょっと看板が見えてきました。横屋って横屋ってなんだろう。横屋とは土塁を屈曲させ鉄砲や弓などの防御部隊を配置し、城門から侵入する敵を横方向から攻撃するための箇所って書いてます。なんかそれがこの辺、あ、ここなんだね。ここなのかな、石が。そうだから、ここがそうだったみたいです。まあ、ぐるっとね、本当に掘りが続いてます。でも、あ、なんかあそこにいる。あの人かもしれない。もがびさん。もがびないの？こっちがね、正門だったんだけど、こっちから入るんだよ。ほらほら。すごい。なんかある。もがみ、もがみ義明さん。もがみ義明さんがいました。はい、皆さん、カメラって回しても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。なんて書いてあるの？デマの虎侍、はい、さっき喋ってた吉明さん、デマの故障、もがみ吉明、こんな顔でした。身長180だった、めっちゃでかいね。わしは1546年1月山形城で生まれたんだ。わしの好物は塩鮭なんだよ。好物はね、塩鮭だったみたい。ちょっとね、この姫の名前の由来は何でしょう。あ、これ山形城。そう、こんな、やっぱりね、すっごい広いね。ここずっとお掘り回ってきたけど、こんな感じです。後ろの瓦だね、天守閣の瓦かな。これが出土されたみたいです。綺麗だね、この辺。本物かな、本物。石落とし。こんな風に、面白いね、石落とし。なんか石落とし好きだね、石落とし。これ、来たら頭にぶっかん。ここはありますよ。あれ、あの、お城の百名城。百名城そこにございます。持ってきたの？百名城あるみたいなので、押したいと思います。東北。東北？十番ですね。十番。十番、十番。あれ？どこ？こっちから行くんだ。ありました。山形城です。押します。しました。百名城。吉明さんはね、さっき好物のところで鮭ってあったんですけれども、なんかね、鮭が好きすぎてね、鮭様って呼ばれてたみたいです。ほんでね、なんか若い頃はね、すごいね、あんな体だから盗賊を追い払ったり、なんかすごい人だったみたい。なんか大きな石なんかも持つ怪力なのかな、力もあったみたいです。吉明さんはね、鉄砲を取り入れるのもこの東北では一番早かったようです。政治師範もすごくてね、内政では領民にすっごい慕われてた人だったみたいです。なんか銅像、吉明さん見えてきたんでね、ちょっとくるっと回っていきたいと思います。なんかすごいかっこいいね、生まれまたがって。よく顔が見えます。すごいよ、勇ましい感じ。もがみ義明公優先の像。慶長5年の秋9月、怒涛のごとく攻め寄せた上杉方の防将直江山城の神の率いる2万3000余りの大軍を迎え、自ら陣頭に立って
四季奮戦し敵を撃退してよく山形を死守した山形城主最上義明が決戦場を婦人山に向かって進撃戦とする英士であり、鎧兜は時代交渉にとらわれず表現したものでありますって書いてます。まあ、そんな方でした。そういう方です。そういう方の像がここにありました。この鎧兜は時代交渉にとらわれなく作られたものみたいです。そんな鎧と兜をつけてます。ちょっとね、ちょっとお客さんいるんですけれど、吉崎さんの銅像になります。すごいね、正面馬のなんかね、顎しか見えないかもしれない。こんな感じでした。うん、吉崎さん好きなんですか？あはい、好きです。山形城初めて来て、ちょっと今見てます。まだ勉強中でよくわからないんですけど、好きですか。吉明さん好きな方がこちらにいらっしゃいました。そちらの方に資料館もありますので、ぜひ行ってみてください。そうなんですか。なんか資料館もあるみたいです。資料館がなんかあるって教えてくださったので、ちょっと見たいと思います。ありがとうございます。だそうです。びっくりした。さっきね、裏のお堀から来ちゃったみたいなんですけど、なんかこんなね、こんな風に櫓の下がこう立派になってました。こっちの、皆さんこっちの正面から来るといいと思います。すごい綺麗だね。こんな感じだった。なんか資料館があるので教えてくださったので、ちょっと見てみたいと思います。線路走って電車も通ってます。なんかこっちの方にもね、綺麗な公園が広がってました。とにかくここのなんか公園広いです。敷地はね、結構相当あるみたい。最上さんすごい。あ、これかな、違う、駐車場なんだけど、あったかもしれない。そこかな。あ、全然違った、お手洗いだった。あった、ありました、資料館。なんか見るところ結構あるね。旗当たってます。家紋が見えてる。すごいね、家紋。あ、家紋ついてる。あ、百名所さん、ここにもあった。ここにもありました。あ、違う。土壌にもありません。ここだけは許します。なんか怖いね。怖いね。何さんがいらっしゃいました。すごいね。吉明さん、やっぱ大きな方だね。これ見て。ね、大きいですね。当時としては、直井兼次、あれも大きかったらしいんですが、うちの殿様もそのくらい大きいんですよ。ちょっと殿様。大体、6尺以上って書いてあるから、ね、1メートル80ですよ、やっぱね。それより以上だから、もっと大きいよっていう意味のこと、まあ、昔の言葉だから、少し誇示してやるけどね。だこの当時としては、平均身長が155センチくらいよ。そうすると、大きいでしょ。すごい大男ですよね。そう。だから、あと、力もすごくあった。やっぱりさっき言ってた、あの石、ね、そう、よく知ってるな。蔵王の石。勉強した？勉強します。少し。家臣たちが重くて高げない、盗賊に入ったのね。それ呼んでたんだな。そうだね。旅館に泊まって出たところ、盗賊が入って、その時に
刀を出して向こうにかかってきたのを石をこんな重でやつたがった、それが須川神社といって蔵王温泉の神社にちゃんと無眼流石砲の持った石ですよと。で私も杉だからたがってみたわ、たがげない、たがげない、重くて持てなかったですか。ねえ、すごいですね、怪力。そうです、ありがとうございます、はい、あと大変申し訳ないけど中だけはご遠慮ください。何でだか俺もよくわかんないんだけど著作権とかいろいろあるのかな。そうですね、うん、資料館ちょっと顔出してきました。もうとにかくね、ここのお城思った以上に広くって、本当にしっかり見ようと思ったらね、結構時間かかるかもしれないそんな感じのお城でした。なかなか良いです。ほんまに、ここなんかここにね、本丸があります。ここが本丸になって、そこちょっと通ってね、帰りたいと思います。本丸一文字門って書いてあって、とても立派です。立派な門がここにあります。すごいね、山形城すごい。じゃあ帰ります。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらまた見てください。バイバーイ。山形城最高バイバーイ。またね。なんかちょっと見てこれ首洗いの石鉢って書いてあって、天正12年最上義明が谷地城主白鳥十郎を長久を斬殺し、その首を乗せたという石鉢って書いてます。なんかここに、あ、穴開いてるのかな、なんか、わーすごいね。なんかこのぐらいの穴がありました。そういう石鉢のようです。こういうのあんま見たことないね、石鉢っていうの。ちょっと一人で来ると怖いね。